ちょっと今日はみんなにね、最初言っておきたいことがあって、言っておきたいことというか、みんなから私に言わなければならないことがあるっていう感じ、簡潔に言うと。みんなから私に言わないといけないことがあるし、みんなが私に思わないといけないことがあるっていう状況なんだけど、まずはじめに、ひよこにとって生きていてくれてありがとう。生きていてくれてありがとうっていうか、生き延びてくれてありがとう。不謹慎な言い方をすると、くたばらないでいてくれてありがとうっていうことですね。はい。私これみんなに話したことある気がするんだけど、まだ実家におった時、私の年齢が片手で数えられるぐらいの時に、すっごい高熱が出て、リビングでくたばってたんですよね。そしたらお父さんが、にめちゃくちゃ熱い熱湯、なんか加湿器とかなかったんでしょうね、めっちゃ熱い熱湯注いできて OK ですよ、 OK 溶けちゃうよっていうぐらいの、もう100度ね、夜間で沸かしたおとき聞いておいた方も100度はあるとあったと思うんですけれど、まあ、それをね、あのテーブルの上に置いてこうブワーでも火事ですよとかグワーなって、なんか私もこうもうなんか儀式のな、儀式を行われているみたいな、もう汚いボロボロのなんかあのインディアン調のなんかバスタオルみたいな顔かけてこうやったんだけど、あんたマジ死ぬよ、ぶち入れられたわけ、お父さんに。やし42度ぐらいあって意識が朦朧としているで高熱、まあ、普通の親だったらもう大丈夫、きつかろう、もう大丈夫やってとか、まず病院連れて行けた話じゃないよね、大丈夫やーってことなんだけど、うちの親違う、ぶち切れた話に、あんた死ねやとか言ってえ、まあ、その時の辺からね、やっぱりこの家おかしいということでね、気づき始めてはいたんですけれども、そんな感じでこの間40度出ました。40度だよ。で、これ話したいこといっぱいあるんだけど、まずいいや。まず40度の高熱がドガーンと出ました。で、それがね、出て、下がった。2日間バンバンと下がったんだけど、何を思ったか、家でサウナしたの、自分の家で。暖房つけて、風呂場で暖房ブワーつけて40度ぐらい、いや違う、44度のお湯。ガチね、これ。皮膚が溶け落ちるぐらい熱い44度ぐらいの温泉じゃないや、お湯に浸かって、こううわーってやってたら、また熱ブワーで39度ぐらい出たのね。これやばいと思って、そこからまたこう闘病生活始まったわけなんですけれども、本当に毎日意識が朦朧としている、そんな中なんとルダルナから悪魔の通知、お前もうすぐ生理始まるよ、ガチマジでって。私40度の熱と生理1日目かぶりました。で、花粉症も伴っていて、くしゃみ止まらない、頭痛い、蓄膿症なのか副鼻腔炎なのか、そのもう扁桃炎でもいろんな病気が重なって、これ 何できついのか分からない、生理できついのか熱できついのか花粉症できついのか何も分からない状態で、咳止まらない、もう咳で肺がやられちゃった。私未だにちょっとね、息が続かない状況っていうあれなんですけど、あと普通に脳がやられてて高熱 で、ちょっとあんまりおしゃべりが上手じゃないかもしれない、あと、ね、最近喋ってないから人と上手に喋れないかもしれない、そんな感じでマジで生きていてくれてありがとうって感じ、自分的に本当に私もうね死ぬかもなと思って、救急車呼ぼうかなと思ったの、40何度ぐらいで。で、これやばいのがね、みんなすごい高熱出した時に怖い夢を見る人とかいるじゃない、なんか鬼を見たりとかそういう人、そういうのは全く一切ないんだけど、やばい夢はずっと見てて、あのしきりにもう寝るたびにすごいすごいね、こう見たことのない夢をずっと見てて、一番やばかったのが幻想の友達みたいなのできたの。何言ってんのひよこちゃんと思うかもしれないけど、黙って聞け。あのね、幻想の友達ってのができて、なんかねずっと喋りかけてくるの、このなんて言うんだろう、なんかこう頭の周り、頭の中なのか何なのかもうちょっとごめん、あの時の感覚も鮮明に思い出せないんだけど、意識が朦朧としてなんかずっと喋りかけてくれる人が何人もいて、でその人としかも口聞いてたの。いやもうなんとかだからもうなんとかでみたいな。まず現実の友達はできます。二つ目に怖かったのが、何回寝ても何度も同じ場所に行って会議、同じしかも会議室に行って同じメンバーで全く同じ会議をずっとさせられるの。工場の話だったんだけど、工場の生産についてみたいな、そういうのを永遠に喋らさせられて、何回寝ても同じ工場にたどり着いては同じメンバーで同じ話を、こっち意識が朦朧としてて、もう死ぬか生きるか死ぬかの狭間で、もう三途の川何回見たらいいのってぐらいのあれなのに、何回も会議させられて、もうなんか起きたら疲労感しかないわけ、もう会議ずっとやって、もう会議終わらない、そんな感じ、意識朦朧として、そういうのがね、続いたんだけど、私はね、特に印象的だった夢がありまして、昔好きだった人が夢出てきたんですよ。その時点で結構、大概してた感じ、勝手に夢出てきてんじゃねえよって感じなんだけど、そしたら車で私を迎えに来てくれたんだよね。そしたら、何でか知らないけど、今の友達、私、一個、今の友達が助手席に乗ってて、私は昔好きだった人が運転席だったので、迎えに何なのこの奇妙な組み合わせはって、で本当にごめんなさい、ここからちょっとの両親とかそれの兄弟とかで見てる人はねブワーッと飛ばしてほしいんですけれども、そこなどんぐらい飛ばしてもらおうかな、じゃあ2分ぐらい飛ばしてください、ちょっとあのエッチな話かもしれないですで
迎えに来てもらいました。で私何だか知らないけどパッと場面が切り替わって運転席にいたんですね。で運転席にいて、そしたら私の前好きだったやつが私の上で馬乗りになってきて、こうやって何やってるのって重たいですよって言って、私のここの脇腹のところをグリ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 パンチし始めて、それがなんかやばかったので、やばいやばいって、そっからそいつは追っ始めようとしたわけ。そういったいかがわしい行為を、隣にいるんだよ私の先輩が、で何やってんのっつって、でも始まろうとしたから私は降りたわけね車を。そしたらたまたまそこを歩いてたもう本当に知らない女の子、てかカットしたよ、見てかわいい、むに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 、かわいい坊ちゃん生まれ変わりましたな。ほんで私全く知らない女の子にキスし始めたわけ、そいつが。私ブチギレ、はお前誰でもいいんだって言ったら、あんとか言って、言ってんの、あんとか言って、あんじゃねえわって話でしょ。でそこもうブチギレ大喧嘩になって、で私はねブワーって そいつの言い合いになってブワーってやっていた時にお寿司屋さんが現れて、でそのお寿司屋さんの垂れ幕みたいなの見ていたら、パパラピーズが出てきたの、いきなり田中角人参で、田中角人参のなんかその視点にグワッと切り替わって、私はもう消えたのね、私の夢の中から自分がブワッと消えて、ごめん私今日話すのマジで遅いかもしれん、本当にちょっとごめんね本当にやばいくらいずっと咳してて、家が揺れるぐらい、もう酸素、世界中の酸素がなくなるぐらいずっと咳してたから、それね、本当に入ってくる気管とかもやられてて、もう酸素が足りてなくてね、ちょっと喋るのがゆっくりゆっくりになっちゃってイライラさせちゃうかもしれないけど、みんな一緒に私イライラしてるから、思い通り喋らなくて私の方がイライラしてるから、お前らがイライラする資格はないってことを分かった。でいきなりパパラピーズの近くにバーン、資格パパラピーズのシーンにバーンって変わって、パパラピーズがお寿司屋さんにいたので、社長さんとなんかお寿司でこうなんかお寿司で乾杯っていうか、なんかお寿司を食べたりってこうもう板前さんがいるようなところで、社長さんにそのパパラピーズの2人が今日は好きなだけ食べなさいって言われてて、田中がね、好きなだけ食べていいって言って、ほんまに好きなだけ食べていいと思うみたいな、ジンジンが、でもジンジンも分からへん、なんかその大きいのを何個か食べてお腹いっぱいさせるか、小さいの普通に本当にいっぱい食べていいか、どっちなんやろなって二人が悩んでるのをヒョウがモニターで見ながら、確かにねどっちだやろ、こういう時ってやっぱいっぱい食べて、本当にいっぱい食べてる後輩とかを見て喜びを感じる人もいるけど、まあとりあえずでいっぱい食べなっていう人もいるよねって思うので、パッてまた目が覚めたの。どう思うこれ、幻想の友達、意味のわからないパパラピーズの夢、何度も何度も会議に出席させられる悪夢だった、何なんだろうこれって感じ。てかね、みんな本当にお家でサウナとか絶対しない方がいいよ、あの病み上がりの時とかに、もう本当に悪化するだけ、うん、ぶり返すだけだからガチやめた方がいい。うん、なんか美味しいじゃん、いちごのスムージー頼みました、なんか怪しい秘密結社みたいな、なんかどっかのね、あの信じるか信じないかお前次第ですって感じの秘密結社みたいなところ買いまして、うん美味しいじゃんこれ、偉そうごめんなさいね、うん美味しいじゃん。それでね、秘宝、私またねご飯を食べられなくなっちゃったの、みんなこれってマジで悲しいことで、まろちゃん心配してくれてありがとうね、本当にありがとうございました、ありがとうありがとうございますということなんだけど、何がやばいってご飯が食べられなくなっちゃっていて、なんで食べられなくなったかって言うと、私この間また意識を朦朧とすぐらい熱があったって言ったでしょ、私ねどんだけ体調不良でも食欲だけはあるっていうデブ豆なんだけど、食欲も本当一切なくて、薬を飲むためだけに頑張ってご飯を食べるっていう状況やったの。1日1個おにぎり食べれればいいかなっていうぐらい、もうゼリー食べるのもしんどいっていう感じで、全然ご飯が食べられなくって、何でも全然痩せなくてどういうことって感じなんだけど、あのそれのせいで胃がマジで小さくなっちゃって、ご飯が全く食べられなくなっちゃった。だから今日はねリハビリでご飯を食べようと思う。こんなご飯が食べられないぐらいな、私もうくたばとがマシ、うん、ご飯食べれないんだったら本当にね、もう一回同じこと言うんだけど、くたばとがマシ、私はご飯を食べることが大好きで、趣味にあげていいほどにねご飯を食べることが大好きなので、ご飯が食べられないんだったらもう一回ごめんなさい同じこと言いますけど、くたばとがマシなわけ。でもね本当に生きていて嬉しい、ガチでこれ生き延びれるかってずっと不安だったでしょ、一人暮らし誰も助けに来てくれないんだからね、本当に誰も助けに来てくれない。ウーバーじゃ限界があるんだよ、やっぱめちゃくちゃきつい時って、やっぱ薬とかウーバーできないのよ私の地域だから、もう本当に意識が朦朧しなくて頑張っていきましたけども、今日はオムライスとよくわからないパスタを頼みました。今日はねこれはあのなんでねリハビリで食べたいと思います。てか普通にこうなんかね最近の話やばくってとか、最近の話じゃないんだよ、あのずっとやばいんだけど、私の人生は毎日毎日コメディーで全然毎日毎日やばいんだけど、最近本当にやばくて意味のわからない事件にめちゃくちゃ巻き込まれるわけ。これもまあ最近始まった話じゃないっすよ、最近始まった話じゃないんだけど、マジイライラする、本当にイライラするんだよ。あの体調不良だしょ大体体調不良だったじゃん、なんかもう自分のことで頭いっぱいなんで、意味わかんないことにいっぱい巻き込まれるから、もうほっといてくれよ。
っていう話で声、私マジでもう思った。私いきなりめちゃくちゃ仲いい友達に LINE したんだけど、この間もう今後は自分の感情がプラスに動かないこと以外何もやらないことに決めましたって LINE したら、いいと思うってきて、そいつからめっちゃ適当な感じで、まあそりゃそうだよね、いきなりそんな決意表明されても困るんですけどって感じや、そんな暇じゃねえんだよ、これツイッターじゃねえんだからって感じでしょ、そこまで思ってるか知らないけど、で、いいと思うって帰ってきて、だから私はもう2週間家から出ないこと、出ない方がいいと思うんだよねって、2週間家から出ませんって言ったら、いや外には出た方がいいと思うって来て、あ、一応なんか適当に喋ってる風だけど私のことはちょっとは考えてるんだと思って、いやそうなのって知らんけどみたいに来て、めちゃくちゃうぜえじゃんこいつと思って、で何かが無視したらごめん眠たくてめちゃくちゃうざい LINE で返信しちゃってたとか言って、かわいそうだよね、私意味わからないなんか決意表明どうでもいいよな、なんか好きな人が来てもなんならちょっと既読無視しちゃうぐらいのどうでもいい LINE 内容の LINE で、自分が眠い時にわざわざ返信してくれてるのに、その自分を振り返って反省してくれる私の友達なんていい子なのって感じなんだけど、いただきます。んー、これは正直言っていい、マジで使い古したフライパンの味ですね、うん、そういうとこあんの。うわ、お目安さん、いろんなお目安屋さんとかナポリタンとかね、そういう喫茶店とか行ったら大体めちゃくちゃ使い古してるフライパンあるんだろうねって、焦げまみれのフライパンで作っただろこれみたいなやつあんのよ、大体それ。でも美味しいよ。はい、見てこんなにでっかいの食べれると思う？どう思う？マジで美味しい。うわ、うまっ、なんでこれ、うん、まっ、これいらんかも、オムライスだけでなんで2個も頼んだよね。いやさ、あそこういう YouTube 撮影しようって毎回思うけど、彼氏できるわけねえじゃんって感じですよね。はい、だからもうこうやってさ、オムライスバカみたいにこんなサイズの口に入れて、うわっとか言って、うじゃやべえ、オムライスめちゃくちゃ汚いフライパン作ったでしょとか言ってる女でもいいですっていう人、マジで連絡していただけませんか。本当に心配されてるんですよ、私最近前の友達に。でさ、分かってる、23歳って24、もうすぐ24歳ね。だしさ、自分人生設計を考え直したっけ、この間めちゃくちゃ美味しい中華料理屋さんで、私はどうしたいんだろうって考えた時に、30歳で新しい自分の新たなステージの職を安定させて世界を羽ばたきたいわけ。冗談で言ったように、私マジで世界で活躍する女になりたいわけね。じゃあ なんなっていいよ、ジャンルは世界のコメディアンヒヨゴンでーすとか言ってるけど、冗談で言ったんじゃないから、もうガチで世界のコメディアンじゃない、世界のヒヨリになりたいわけで、それをさ、30か35ぐらいに安定させたいとしましょうね。で、28ぐらいに結婚して30ぐらいの子供を産みたいなと思った時に、時間ねえわけ、ガチこれ全然違うね。冗談じゃないってことになってて、てかもうでも思った、なんか私さ、TikTok とかでカレカノの TikTok とか見てるんですよ、あいつそれめちゃくちゃ好きなんで見るの好きなの、うわいいねーってことの気持ちになるんだけど、じゃあ果たして自分がそうなりたいかってさ、そうなりたくねえわと思って、もうさ全部気づかない、もう寝起きの顔のクオリティとか、そのふとした時の顔とか、なんか料理とか、そういう掃除、洗濯、まあそういったこと、もうさ、髪の毛とかも多分こんなんじゃやばいでしょ、多分怒られちゃったり、日和お前それはねえぜみたいな言われたら、もうボコボコにしたくなるもんね、ぶっ殺したくなっちゃう、なんでお前に私のルックスについてなんかいろいろ言わないといけないわけって感じ、お前が私に合わせるよって感じじゃない、なんかイライラしてきたんだけど、なんで私がお前に合わせてあげられないけど、お前が合わせるよ私にって感じでしょ。そうじゃん、どう考えても食器もお前がやれよ、洗濯物お前がやれ、料理もお前がやれ、そうじゃん、そういうことだよね。はい、だからもう私に彼氏なんて一緒できるわけないんだよっていう気持ちになってる最近、もうそれイライラしてんだよ最近、もうごめんなさい。そしてみんな知ってると思うけど、私めちゃくちゃ口悪いんですよ、しかも動画で抑えてる方なんですねこれ。で、なのに私と友達になりたいっていうやばいピクドゥルがいるの、ガチやばいと思う。私と友達になってみ、本当に。ノイローゼになるよ、多分。ずっと車乗ってる時とかも一緒に、はい、ハザード先来るべとか言ってるんだよ、ずっと。ハザードあ、お前。あ、もうどこどこナンバーがよ。とかずっと言ってんだよ。ウインカー遅いとか。でさ、一番うざいのが、右折しようとしてて自分が、であっちが直進と左折があるとするでしょ、
で一車線ね、あっちは。でめっちゃ遠いの、だからずっと待ってんのね、直進だと思って。そしたらギリギリで左ウインカー上げるやつ、いやいやいや、もっと早く上げおい。それはあの教習所云々の話じゃなくて、気遣いの話、心遣い、気遣い、心遣いジャパンね。お前日本から出てった方がいいよ、わかる。でもう一個言いたいことがあった。私日本から出てた方がいいんすよ多分。今エアコンつけてるの、冷房。日本とかじゃないね、地球が出てた方がいい。私地球を汚染しているのは私ですね。あのエアコンとかそういうの気付けてる人いるかもしれない、冷房とか地球のこと考えて。ごめんなさい、もう何も考えないで暑いがつけちゃった。冷房熱中症になりそうだったから、窓開けてもラチ開かないんだよ。そんなもうお前がモコモコの着てるからだと思うでしょ。そりゃそうかもね。でもあの一番手前にあった洗濯物はこれだったの、洗ってるやつが。もう洗濯物1ヶ月以上畳んでない、ずっと洗ってありますっていうあのカゴの中にブワーって積み重なってる。てかもう見たことない、もう1ヶ月ぶりに 見る靴下とか見たら興奮するだよね。こういう靴下持ってたらそういやとか言って、はい。だからな、私は気がついたの。だからさ、やっぱり自分が何か欲しいと思ったら何かを妥協するってことは大切じゃないですか。だからそういうことを考えた時に、じゃあもし私がね、仮に彼氏が欲しいと思ったらするじゃないか。そしたら私は彼氏が欲しい、じゃあそうした時に私はね、いろんなものをね、こうなんか変えないといけないと思う。まず口が悪いとことか、あのうえーとか言ったりとか、こういう見た目ルックスでしょ、こういったヤマンバルックス、そういったことをね、変えないといけないと思うんですけど、そういうことをね、変えるっていう意思が全くないから、だから、ね、もう無理。はい、天秤にかけた時、あってか、まあ、そもそもなんだけど、彼氏欲しいと思ったことはそんなになくって、好きな人ができた時にその好きな人と付き合いたいとは思うんだけど、彼氏が欲しいとか思うことってマジで人生で3回あったかないかぐらいなんですよ。これガチ、お前みたいなやつは何言っちゃってるのと思うかもしれないけどさ、黙ってもらえる、ガチで。なんかさ、タイプの話とかしたらさ、お前ごときはどうのとか言うけど、タイプだから、うん、それ好みの話なので、別にこいつじゃないと私付き合いませんとか言ってるんじゃなくて、タイプ好みの話だから、いちいち首突っ込んでくるのやめてもらっていいかね。でそういったことを考えた時に、じゃあその好きな人と付き合いたいってこと、付き合いと付き合いと、ずっとなんか変わりたい自分と、あの変わりたくない自分、変わりたくない自分の方がもう歯ぐらいも条件バー見えません、流れ星って感じだから、もうやばい、本当にもうね、全然いい、全然いい、だからいいじゃない、そう仲のいい友達とかと一緒に暮らせれば素敵じゃない、生涯どう、それってなんていうんだろう、性的対象が相手じゃなくてよくない、生涯のパートナーって。だから私で言えば異性愛者だけど、女の子とかでもいいしさ、もう全くの友達の男の子とかでもいいし、それでそいつらが性的あれを外部で発散してくれたら、それはもう どうでもいいわけでしょ。そう思うんだけど、最近どう思う、これについてマジどう思うか聞かせてくんない、みんな。やっぱりそれは異性愛、なんかその自分の性的対象じゃないと無理っていう話、一緒に生きていく上ではどう。まあでもさ、子供が欲しいってなったら、まあ話は変わってくるよね。確かにね、私誰と喋ってるの、誰にも何の愛情とも入れられてないのに確かにねとか言ってバカじゃない。まあ言い過ぎやろ。まあとりあえずだから子供欲しいってなったら違う話だよね。はい、そこ食べにくい、ちょごめん、すすっちゃうかも。ん？ちょっと待って、これ何味？モーモーランドの味するんだけど、ちょっとどういうつもりか分かんないから、今日オムライスだけを食べることにします。うん、なんかマックがさ、バカみたいに新作出すもんだからさ、動画追いつかない。てか1ヶ月に私が載せてる動画の本数ぐらい新作出すの、1ヶ月に、やばい。私の1ヶ月の動画全部マクドナルドで賄えるんじゃないかっていうぐらいマクドナルドが本気出してる。全部取り上げたいんだけど、ガチでマクドナルド系 YouTuber になるんじゃないかと思って、もう別になってもらっても買わない。何系 YouTuber だと誰に何と思われてるのか別にどうでもいいんだけどさ、マクドナルド系 YouTuber になりそうだよね、もうそろそろ。やだ、私の中のサタンが収まらない。もう言いたいことがたくさんありすぎて、どうしよう、全部言ってやりたいくなっちゃってなるんだよな。でもなんかちょっと本当にサタンが止まらない、どうしよう。なんかさおかしくなってるよね最近、ちょっとさ暴れ出そうなんだよね、ガチで。本当にサタン止まらない、私の中のデビルが止まらないっていう感じ。エンジェルがもう完全に負けちゃってる、劣勢、エンジェル劣勢っていうのが1ヶ月ぐらい続いてる。もうずっとこんな攻撃的な、もうこれずっと負けないって感じ。
だからもう本当に許せない。もう顔も赤く塗りたいもんね、私。今さ、爪が真っ赤なんですよ、これ。あの、キラキラのストーン乗せてるんですけど、マジで顔も赤く塗りたいもんね。え、舐めないでほしいんだよね。なんかさ、最近マジで喧嘩売られるの、私。なんかね、舐められてるんですよ。バカにされてるの。で、別に心地いい時もあるんだけどね、バカにされてるっていうのが。別に構わないんだけど、ガチで、あの、買うよ、本当にそろそろ喧嘩。なんかさ、私の立場を利用して、なんかね、喧嘩売ってくるやつがいっぱいいるんだよね。お前なんなよ、どうなのとか、お前なんなんしてるだけなの、どうなのとか言って、こんなの、もうぶん殴るよ、ガチで。ねえ。ねえ、私、あの、そう、優しくないからさ、我慢してやってっけろ、毎回毎回。こうやって。え、マジぶん殴るよ、そろそろ。おい、ほら、見て、こけてる、こけてんのこれ、なにこれ、なんか黒くなってるいやもう、なんでもいいんだけど、とにかくね、私がね、バカにされるっていう事件が、まあ、すごく、ちょっと待って、これ後ろに映ってるのって、ただの雲、空の景色、外の景色映ってないよね、まさかとは思うけど、鳥肌立った。マジで今までずっと喋ったの全部無駄になるかと思って、まあとりあえずね、何でもいいんだけど、でよく考えたら誰にも喧嘩売られてない最近。え、怖くね、私マジで今あの最近ガチ喧嘩売られて、マジムカつけんどうかなとか言ったけど、誰にも喧嘩売られてないわ、よく考えたら。だからね、こういうおかしなことが起こるんだよ、脳の細胞がやられたら。ね、気をつけてね、本当に。もうね、イライラしちゃって、ごめんなさい。何にイライラしてるかも分かんない。で、汗も止まらないしね、私、更年期かと思いましたよ。更年期って大体30代、40代とかでしょ？だから、あ、更年期がない、ないと思った。更年期について調べたんだけど。おかしい。はい。でもね、結婚する夢見て、あの、こいつと結婚したくないなと思いながら、あの結婚式のあの、控え室みたいなところでずっとこいつ結婚したくない、結婚したくないと思って、え、どうしよう、マジでこいつ結婚しないといけないのと思う夢見た。変な夢ばっかり。あ、思い出した。で、あとめちゃくちゃ高熱出てる時に、ペニーワイズ、私、ピエロ系がマジで無理で、ホラー映画。ホラー映画めっちゃ好き、一人で見たりもするんですけども、ペニーワイズが、本当に怖くって、ピエロがマジで怖いのよ。そのピエロの夢を見て、すごいさ、竹やぶの中に暗闇でちょっとオレンジのこんぐらいの光、もうホタルの尻尾ぐらいの光がファッファッファッついて消える、ついて消えるってなる真っ暗の竹やぶ、なんで竹やぶって感じだけど、そこに電気がついた瞬間だけペニーワイズの顔がファッと浮かび上がるの。えペニーワイズいるってなって、友達4人がいたんだけど、友達一人食われたの、ペニーワイズに。丸飲み、ぐわって食べられちゃって、やばい、ペニーワイズに食べられちゃったって夢見た。ガチで怖かった。だからね、熱がある時はそういうもう意味のわからない怖い夢ばっかり見るんだよね。みんなも気をつけた方がいいよ、あの体調管理と、あとあの喧嘩売ってくるバカ、ね、気をつけた方がいいですね、はい。あの基本的に私はバカにされてるので、いろんな人にあの喧嘩をよく言われるんですけれど、もうあのたまに買った方がいい。うん、あんまりにもバカにされてるとさ、こっちもあの気分あるでしょ。なんかたまに喧嘩買った方がいいです。で、喧嘩してください、はい。もうね、勝てる勝てないどうでもいいんですよ。あの喧嘩売られているという事実、そう、うん、で喧嘩を買ったという事実、それを大切にしていきましょうね。勝ち負けはどうでもいいですから、はい。とりあえずもう殴り合いボコボコにし合うということで、負けようかとかどうでもいいですから、うん。あ、こいつ喧嘩するんだって、あんまやられっぱなしの女じゃないんだな、そういったことをあの知らしめるためにも一回喧嘩買った方がいい。あまりにも売られるんだったら喧嘩、私あまりにも売られてるからそろそろ買おうと思いますって言おうと思ったけど、誰も喧嘩売られてないです、やばいです。とりあえずね、喋りたいことがまだまだたくさんあったんですけど、全部忘れました。もう全部ガチ全部忘れた。で、あの今日もね、お昼寝ってか、あ、お昼寝した。今日朝7時に起きて、で昼の12時ぐらいから2時ぐらいもお昼寝した。今日お昼寝しましたで、あのお昼めちゃくちゃ汗かいて、やばい、全身かゆいんだよ今、もうやばい、うわっって感じ、うわわわって感じなんで、ちょっと風呂に入りたいです。撮影を中断して、もう何喋ったかも思い出せないしね、
しょうがないですよそれは。ということで皆さん本日はね、皆さん何がやっぱり結局言いたかったかっていうと、お金持ちになりましょうって話ですね。はい、もうお金持ちになってみんなで別荘を建てましょうっていうこと。それはエリアはどこでもいい、軽井沢でも何でもいいですけども、あのね、みんなで別荘を建てましょう、お金持ちになってっていう話でした。それじゃあね、みんな健康には気をつけて、本当によく気をつけて、で喧嘩を売ってくるバカ誰のあれはね、もう買ってください喧嘩は。はい、それにつきますので、でみんなね、もうそろそろ桜がね満開となっておりますので、ぜひね桜を見に行っては見てはいかがでしょうか。私もね本当ビールが飲みたいので桜を見に行こうと思います。桜が見たいって言われビールが飲みたいので桜を見に行こうと思います。桜見ながらビールをガブガブ、もうジンジャーエールのようにガブガブビールをガー飲んでズーイエーイということでね、やりたいと思います。はい、それではね、皆さん本日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アニャン、早く寝ろー。今日も本当にありがとうね、出勤してくれて。ありがとうございます。